松島救難隊は、航空自衛隊、航空総隊航空救難団霊下の航空救難部隊。宮城県松島基地に所在し、捜索救難機に u 百二十五 a 救難ヘリコプターに u h 六十 j を運用する。松島救難隊の u h 六十 j 1 9 6 0年九月二十日に航空自衛隊四番目の救難文献隊として、 松島基地で編成され、1964年12月1日に松島急難隊へ改編された舞台マークは、日本三景松島を象徴する松と、伊達藩の太鼓の紋章をイメージしたものになっている。2011年3月11日に発生した東日本大震災時、松島急難隊には U-125。125 映像作球難機2機と UH-60J 球難ヘリコプター4機が配備されており、内 U-125 映像作球難機1機と UH-60J 球難ヘリコプター1機がエプロンでアラート待機についていた。発災後、津波により松島基地が被災し、前期が水没した。3月12日に一部の隊員が、 イルマヘリコプター空輸隊の CH-47J 輸送ヘリコプターに登場して、イルマ基地に移動し、3月13日には百里基地に移動して百里救難隊の指揮下に入り、一部は三沢基地に移動し、同基地に全身展開していた千歳救難隊の指揮下に入り、被災地での捜索救難活動を行った。三月十一日には二機の u h 六十 永久難ヘリコプターが配備され、物資輸送や捜索任務を開始した。ありがとうございます。